次の展開の表を見てみた。それで意識してるのが難しかったらここでガーンとこうやって抜いていくのは難しいですから、ここは こういう状態、そして彼の中心にこのまま入っていく。で、変わってから彼が変わってこの彼の隙間にこう入りますよね。それからこう抜いた方がいいかなと思って、みんななんかこうやって抜いてるからちょっとね、難しいんですけど、抜くときはこう、さやがこう持ってきて、で、その前こう持ってきて、で、このままこう入ってくる、こう持ってきて、で、こっから抜くの、そうすると楽だから、こう持ってきて、その方がいいと思います。これね、バーンですよね、バーンと、重みがこうやってきて、こう持ってきて、そして、バーンってきて、で、この状態から回って、で、抜いてきて、こう倒して、で、腰が回って、で、彼の全力を打ってから、こうがいいかなと思ったんですけど、難しいから、ちょっと簡単に、こうね、ここでこうやって、これこう出ちゃうとダメなんですよね。こうバッタッチ、手が出ちゃう。手は自分のこれをこう、こう出ちゃう。そして、このまま下に落としましょうか。これ一番簡単だろう。これだったら、バーンと行ったんですよ。これ抜けちゃうとこうなっちゃう。こう抜けちゃうと、こうじゃなくて、彼の重心狙ってんだけど、暴力がこっち来る。暴力。
落とすのはここなんだよ。ゴールはここっすよ。では、ここを落としてんだよ。ゴールは向こう。それからね、こう、ここに。でも、結果的に向こうに落ちてる感じ。ここなんだよ。ここなんだよ。これができるようになると、この吸い込んで、ここに落ちた。これができるようになる。こうなんだよ。ただ、こう出してきといて、ここに。ちょうどこうやって引いて、引いて、なんか、こうやって出して、こう、と、ゴールがここに、はい、直接的に向こうに押さなくても、下に落とすだけで、ゴールが向こうに下にします。じゃあ、それちょっと練習してみましょう。みんなこの手、やっちゃうから、すごく痛くなっちゃってるの。で、むしろこう、この手はずっと近づいていく感じ。こう離れてるところから、だんだん近づいていって、それで、今度、この体重がこう踏んでる。で、下に落とす。だから、なんか、手で、ボディでやってるから、こうがいいんだなって。で、こうやって、離れたのが近づいてきて、こうにする。で、狙ってないと、狙ってないと、こっちから見てる、たりすると、これ、いかないから、こっち狙ってるの。ね。視線だけで、ああ、そうやるんだって、下を落とす。狙ってる重心、相手の重心、このゴールが向こうに来るんだよって言いながらやってる。頭の中からね、どうしていくとしたら、じゃあ今度はこうやってこう来るんですよね。このまま落としちゃうんじゃなくて、このこっちの手に持ち替えるの。こう、このテンション、このテンションそのままこう踏み出してきて、こっちの手に切り替える。こう入ってきて、ぐるんときた、来ました。このテンション、グッと回す。このテンション、ちょっとこのぐらいのテンション、こうあったら、こうになる。今こうなって同じテンションで、このままこう、はい、こっちの手で、こっちの手でこう今上げたい、ここからこう上げてきましたけど、今度この手、今度こっちの手を使ってこうバーンって入って、バーンって入って入って、今度こっちの手に切り替えてこのまま出てくる。テンション変えないように、こっちのテンションがこっちのテンションに切り替える、そういう感じ。どうもちょっと練習してみます。こうやってね、今こっちに切り替えて、これこの手はね、がっちり持ってるんですよね。じゃなくて、このこっちの手、僕のこっちの手は、こっちへ、ここはテンションかかってるんだけど、別物でこっちへ抜いてる。外に出してる。これ、この右側に当てて、切り替えてるんで、だから、こうしてガツンと持たれちゃってるんだけど、このテンションかけることによって抜いてる。それでこのテンションかかったまま、そしてこう出してきたんだ。今度はこうやってきて、このまま下げるの、下げたらこう下げたんですよね。でも下げるときにこう下げる、ずっと首もらえるから、でこう、もしくはこうかな、でこう、こう来て、こう来て、ガツンテンション変わります、下げます。で今度一緒に下げる、こう首もらえる、首もらえて、下げて、こう来て、こう来て、こうね、下げる、このまま切らないで、このまま、この下げる、この下げる、持ったらままの方がいい、こう、テイクテイクで、このまま下げる、こうなる。まっすぐ、ここにする。まっすぐ、こっちとかあって、まっすぐされて、そこを向ける。それを、今度この肩から、この手の線に、こう出していく。で、押さえる。で、押さえる。こうやって。そしたら、こうやって。何しろ、下げる。完全に下まで。床まで。こ
こうやったとこまっていきます。これ以上にしたら、そしたら首あります動作動かないようにしておいて、手をずっと出すとこうなる。そして手をこれから真っ直ぐ変わって変わってビュー。これですよ、みんなこっちやったんです。これがまずい。こうなって、こうなったらポン。ポン。こういうふうに。で、ピロッ。じゃあ、今やったのはこうやって、ここに落として、引きもらって、こう出して、どうだろう。これ、この手使わないでもいいんですけども、使った方がいいと思ったのは、こうやってると、僕の平気平気だ。手が。こうやってると、自分の保存線に取っちゃって、手が閉じて、この手使うとこうなってるから、だからこう、それでこうやって、こう持って、こう触ってれば、なるべくだから、次にこう、ここでやりたいから、こう、今度こう、こっちに、今度こっち、足重心して、今下げましたけど、足重心、こうやって、こっちから。向こうとか、そう、こう回って、今度はあまり気にしないで、下に落とし続けないで、足を引く。こうやって、ダーンって、テンションかかった状態。で、持ち替えてもいいし、持ち替えなくて、持ち替えないで、こう回ってれば。このテンション、このテンションを利用して、マンシャーとか、そういうのをもらいながら、どっか、これが、カフェに落ちて、スプリング締めて伸びた瞬間のその反動をもらうとか、それを利用すると、利用ができるようになるとね、ぎゅーってスプリング締めてても反動は来るんですけど、このポンってこの反動を利用して、こうなった方が、下の手が、ぎゅーって引かれて、圧縮しといて、それから、パッて抜いてなんかやるっていうことができるんですね。でも、ポンってなる瞬間、それをできるから、スプリングだと思ってれば、圧縮してると、それが、あまりスプリング、ポンって、こういう感じでやった方がいいかなと。で、そういうのを利用して、バーンってやって、今度はこっちやる。これ、こう来て、圧力かかりました。バーンって圧力出ました。これ伸びますね、これ。もう伸びる。これに利用した。こう伸びてきた、これに利用して、こっちから。バーンってやって、こっち。狙ってないとダメですよ。狙ってないで、ああ、どうしようかなって思いながらやったら、これ来ちゃうから。走るか、走るか。こうやってると、この後ろ入ろうと思って。自分の頭の中をバーンって反動をもらって後ろに入ろう。後ろに入るためにはこう縮めていったら腰を回すとか、だから伸ばしてきて反動をもらいながらこういうふうに狙ってないと、ね、最初に狙いがまずいと、こうやって反動をもらったらこう来ちゃうから、こう入ろうとした来ちゃうから、だからあったらこっちになる。そして、ポイント。こう、バーンと落ち着
ちょっと待って。じゃあちょっと近いけど、これ、ちょっと見てください。いいですか、これ、こっちでね、こっちでハンドボラと思っても、これ無理なの、これ、入っちゃってるから、これ、こっちはもらえないの。だから、このハンド、このビューンっていうハンドはこっちへもらってるの。ちょっと、こういうふうに、これ。こうなってるの。だから、ここもらえるの。それをこっちへ、こっちへ、こっちへ。無理だよ。縮まっちゃってるのは、こっち方向は。だから、こっちだけ伸びていくのはこっちしかないんだよ。だから、こういうふうにほら、どうぞ。で、こういうふうにほら、こう入った。で、このままよく感じて立ってるから、バーンってやって、入った瞬間にね、どうぞ向こうへ行ってくださいって、このスプリングの縮み方を伸ばすのは向こうへ伸ばしてる。そして入ったら、この手、これがすぐ下に落としてるんだよ。落とさなかったら、これを崩せない。それから、頭を落とすのが仕事だから、この近い手はね。頭上がってたら全然こう、こう当てて、こう入ってたんだね。だからこうさ、自分の上がった手、ね、バーンってやって、こうやって入ってきた瞬間に落とすの、ここに。こっちめんの。そうするとこうなってるの。そして、こうやって、やったほうがいいんですよね。じゃあ、どうするしっかりした。もらったら、ガンってもらったら、今度、針が、こっちもらうんだけど、この手は自分の中心よりこっちを通ってこういうのだ。今はこの反射はバーンとこっちもらったんだよね。今度は自分がこっち入る、こういうの、こうなってるね。同じようなんだけど、ちょっと違う。バーンってこの反射、こういう反射、こういうふうにもらってる、こうなってる。この圧力をこっち出しながら、自分はこっちからこういうの。で、ちょっと違うんですよ。これも言うと話なんで。で、こうやってきて、こっちもらう。このままやって立ってたら、下げる。このやり方です。バーンで圧力が出ます。圧力が出ます。さっきと同じ。さっきと。今度こっちからこの反射をこっちにも持ち込む。そして下げる。これだ。じゃあこれが決まります。手をコントロールして、ここにでかい人強い人って無理だから。だから僕はその場所だけもらってるって感じなの。場所のいい場所で彼が勝手に倒れてほしいから。だから場所こうやってやってる場所ね。で、何もこうやっててないし、ただ重心がこういう位置からこう起きて、でもうちょっとこう詰まって、で彼はこうなってる。でこの方向に僕はいるんですよね。だからいなくなるの。いなくなるとこっち側にちょっとこういなくなる。でこう入ってる。何もしてないの。でただ落としてる。だから彼が勝手にやってるようにやらないと、これをこうやってほら、ギュンってこう無理だから。これ俺は何もしてないっていう。場所だけもらってるから。場所、彼の場所、ちょうどいい場所どこかなって、この手ね、すごい勢いで動くんだ、彼。で、この反射があるから、この力、すごい力でこれ押してるんですよ。だから僕がここにいたんじゃ、ぶつかってる状態だから、これすごい力で。で、僕がいなくなるとって、この瞬間こう入ったんですよ。今、高くなってる。こういう感じ。で、小さい人でも、僕がこの人を送ったら、このまま入りましたけど、小さく。こうやってね、こう伸びてくるから、こう。こう踏み張る。で、下げる。これ、コントロールして、相手をコントロールしてないと。無理だから、これ。僕らも体小さいから、場合は。この辺なんていうのかな。すごい力でもらった。たまったよって感じじゃないけど。そういう感じ。じゃあ、今度は、こう、圧縮されて、こっち来てるんですよね。いなくなるの、こっちいなくなるの。とこうなってる、ほら。こうやってやって、ここにこう狙ってる。ちょっとこう押してくるから。で、押してきてるのは、僕はこういうふうになるけど、こう狙ってなって。彼は押してる力がこっち来ちゃう。こうなってる。さらにやりながら、こうやってやってもらった。今度この力、こう、今こういうの。
こなせればこれになくなる。そしてこうほら考えて、あの相手の力を抜きておきますよ。嬉しいですけど、相手がいるから相手自分が打ちもらうというか、であんまり相手をコントロールしようと思わない。相手が勝手に倒れるようになるというか、いい気もらう。そんなにそう。あなた今ね、この力を利用して、こう、しょうがないのか。今度はバーンってやって、バーンってやって。ここ狙うの。いなくなります。これちょっと難しい。何難しい。バーンでしょ。自分はこっちいなくなりながらここ狙ってないんだ。いなくなりながら今度ここ狙うの。こう。でずっとこう。はい。ちょっと難しい。大体こうなっちゃうんで。でやられちゃう。やられちゃしょうがないから。バーンってやって、ね、意識はこう言ってんだけど、この手が、この手意識してるの。飛車やだな。だから自分は、バーって外してんだけど、逆に、ここまで入ってこなきゃいけない。で、ここ狙ってんでしょ、最初から。だから、この手ないよね。こうなったら。で、ここ狙うんですよ。こう、入ってくる。ここ、抜くっていう。まあ、抜くってかな。この、いい位置もらわれる石だから、こう。バツンってこう圧力かけました。でこのこうにこう来たのがここからここに入ってこうちょっと難しいけどこれ自分がこうね圧力で抜いて